はいどうも、プロタンです。今日はですね、まあちょっと家にですねしずしずさんが来て、今一生懸命まあゴシゴシやってますので、今日何やるかというと、サラダチキンのね、キキサラダチキンをやりたいと思います。皆さんご存知の通り、僕はサラダチキンめちゃめちゃ好きで、まあ週に3回は食べてますので、まあ味バッチリだと思うんですけど、今日はまあこの後紹介するんですけど、サラダチキンの種類を、結構いろんなサラダチキン集めてきたので、同じお店のサラダチキンをなんかプレーン味2つあったりとかしたりともあるんで、同じなんかコンビニのサラダチキン2つとか、まあプレーン味でちょっと国産と、まあ安いやつみたいなやつもあるので、結構難易度高いサラダチキン、キキサラダチキンなんですけど、ちょっと挑戦したいと思います。ということでスタートです。一生懸命切っております、この細い腕で。でも握力結構あるんでしょ。ある。え、どれぐらいの右手？30。結構あるな。30あんの？うん。やばいな。テニスやってたから。あ、テニスやってたんだ。うん。どこで、なんか確かに腕太いな。ひどい。あ、来たやつがこれか、うん、上のやつから、まあ、うん、まあ俺見てないから全然わかんないけど、うん、見た目なんかあんま変わんないけどね、色はちょっと切った感覚違う、やっぱり全然違う。あ、嘘。これ何、これ最初がこの国産のサラダチキン。あ、国産のサラダチキン、うん、やべえ、わかんねえ。意外とわかんないんだね。食べた回数少ないからね、これ、うん、じゃあ次はその下食べます、うん、あ、全然違うね、これ。あ、違うでしょう、刺したところから。そう、それね、一番高いやつ。あ、これ、高いやつ、うん、あ、これか、うん、はい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 、どう？確かに違うね。なんか暗闇だから怖いな。いや、でも絶対当てれると思う、マジで。あ、ほんと？うん。じゃあ食べさせるね。はい、よし。食感が大事だな、これ。うん、味がほとんど一緒だから。え、じゃあもう食べてそれ答えていい？うん、オッケー。大きさもちょっと、まあいいか。はい、大きさ忘れた、はい。目隠しすると意外と分かんないかもしんないな。あ、俺全然分かんねえんだけど、目隠しするよ。え、これ答え変えるのあり？答え変えるの、あ、まあいいよ。これね、うん、ファミマの、うん、高いやつの国産若鶏チキン。じゃあ最後、え、最後言うんでしょ、それ、うん、答えは、うん、変えてもいい、うん、国産ね、国産若鶏チキン、うん、分かった。ちょ、水、ちょっと、あ、水、ちょっと、はい、じゃあ次ね、うん、よし、はい、あ、はい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 、あ、分かった。あ、これ分かった。おう、ファミマの、うん、安い方の、うん、安いやつの方のサラダチキン、うんうん、これは多分確実に合ってると思う。おう、これね、結構あれなんだよな、さ、塩気が強くてね、うん、食感がプリプリしてんだよね、普通のサラダチキンより。水、水、うん、うん、集中しよう、はいはい、
なんでしょう。あれ？やべ、あの一番高いやつとさ、うん、スーパーで買った、うん、ファミマの一番高いやつがなんか似てんだよな。味が？え、これどっちだろう。え、でもこれ食った記憶があるな。うん、あ、これが、うん、ファミマの一番高いやつ。ファミマの一番高いやつ。うん、あ、国産のね。そうそうそう。で、さっき国産の高いやつって言ったじゃん、うん、ファミマのやつ。うんうん、あれ、あの、スーパーで高かったやつだ。うんうん、それちょっとチェンジして。うん、分かった。はい。ちょっと待って。あれ？あれ？いやでもこれ食べたことあるよな。結構馴染みのある味だわ。これ普段食べてるあの、うん、サークル系のやつ。いつも、うん、いつものサラダチキン、うん、俺が一番食べてるやつ。うん、分かった。よしよし、じゃあ、うん、取っていい？うん、じゃあ答えを、答えを発表します、うん、答えお願いします。はい、まず1番目はこのスーパーで買った高いので正解。おー、正解、うん、おー、やっぱ回転正解だったんだ。うん、おー、やっぱり。いや、そこ一番難しかった。で2番目は、うん、ファミマの安い方だから正解。おー、マジで、うん、あのちょっと塩気があるって言ったやつ、うん、はいはいはい。で3番目が国産って、国産ってかファミマの高い方って言ってたんだけど、うん、これはいつものサラダチキン。え、マジで、うん、あ、いつものサラダチキンだった、あれが、うん、で最後の4つ目が、最後がいつものって答えてたんだけど、うん、ファミマの高い国産のサラダチキン。ああ、 これだったんだ、うん、あ、これがいつ最後だった、うん、マジで。あ、じゃあ順番としてはこれ一番高いやつ。そう、一番高いやつ。これ結構ね、うん、わかんない、難しかった。すげえ柔らかいって感じ。で2個目が、あ、このファミマの安い、ファミマのこれね、うん、これブイヨンがあるからさ、プリプリしてんだよね、マジで。なるほど、それでわかった、うん、で3つ目が間違えたのか、俺いつものこっちだったの。あー、間違えてた。いつものサークル系のサラダチキンを、うんうん、ファミマのこの国産サラダチキンと勘違いしたのか、うん、うわー、マジで。結構いけるかなと思ったけど、ね、難しかった。ということで以上、うん、半分正解でした。ありがとうございました。